子供のために節約しています。歌います。育つ子供の服買い替える、油断してるとサイズアウトで、次には靴と上履き替える、状態良けりゃ周りの元へ。子供の服にお金がかかる、買いそびれてた自分らの服、久しぶり買うテンション上がる、ジムには行かず筋肉体操、ビールは飲まずレモンサワーで、子供育てば車もやめる。ほら新聞だって2014年火星で謝るの、ただ祈り変えてすまぬくのし、避ける紙媒体、ほらほらほら、避ける紙の無駄。ご視聴いただきありがとうございました。難攻不落な忍ぶアクションはご意見ご感想をコメント欄にお待ちしております。チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると大変励みになります。お相手は文月忍ぶでした。ごきげんよう。さようなら。